皆さんこんにちは、梅田信之と申します。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、以前に、ヘインズのビーフィー T シャツ、これをね動画で紹介させてもらったんですが、これね、この時に、コメントいただいて、リクエストをね一件いただいてました。ユナイテッドアスレの、マグナムウェイト、なんじゃそれって感じですが、実はね、マグナムウェイト、要は、極厚の、ビッグシルエットの T シャツがあるんですね。ユナイテッドアスレの中でも、一番、厚みがね分厚いやつがあるんですよね。ちょっと僕もね、あのリクエストいただいてからネットで見てました。ちょっと面白そうだなと思ったんで、購入してみました。それで今回はねそれを紹介したいんですが、実はねまだねこの通りまだ開けてないんで、ちょっと今からね、本当に今から初めて開けるんですが、ちょっとね開けてみて着てみてっていうところで、よかったらね最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、ユナイテッドアスレ、もうご存知の方もいらっしゃると思うんですが、例えばのそのスタッフ T シャツとか、イベントの T シャツとかね、ライブ T シャツとか、ああいう、こうプリントされる T シャツのボディになるようなブランドですね。日本のメーカーですが、非常にねあの無地の T シャツの中でもかなり評価は高い。そして、僕もねあのよく、そうですね、あの動画でも紹介したことあるんですが、ビッグシルエットの T シャツに関しては僕ユナイテッドアスレはかなり、気に入ってます。去年なんかはねもうすごい来ました。今年も多分ねユナイテッドアスレかなり、ガシガシとね着ると思いますので、まあ、今回ねそのリクエストいただいた、正式名称がね、9.1オンス、だいぶ分厚いですよね。 9.1 オンスマグナムウェイトビッグシルエット T、 ちょっと長いですがとにかくね、まあ、名前の通り極厚でビッグシルエット、まあ、このユナイテッドアスレの中でも最高級のグレードみたいなんで、ちょっとね楽しみですよね。ちょっと開けてみたいと思います。はい、なんかいい匂いするな。僕ね買ったばっかりの服の匂いがね好きじゃないんですよね。その香りを確かめるんですよね。なんだ、なんかいい匂いします。まあいいか。ですね、こちら今回は、僕白とか黒とかねもう結構持ってるんでちょっと面白くないんで、ねナチュラルかな、だったかな、ナチュラル、ちょっときなりがかったようなオフホワイトみたいなやつをね選びました。伝わらないかな、こんな感じ。色ねすごくね綺麗です、でやっぱりねさすがに 9.1 オンスなんで、もうほんとねあの薄手のスウェットに近いぐらいの厚みがありますね。で身幅がねやっぱりねグイーンと結構あります。サイズは今回僕 XL ですね。品番こちらですね、441101。ユナイテッドアスレは種類が豊富なんで、こう品番がねこう結構ごちゃごちゃっとするんですよ。同じような形で違うのがね結構あるんでね。 XL と迷ったんですよね。あの数字だけ見ると L でもちょうどいいかなと思ったんですが、まあ、せっかくなんでね、まあこの間動画でも紹介しましたが、新しいショーツね、ユニクロ JW アンダーソンの、ショーツがあったので、まあ、そちらと合わせる、まあ、大きくていいかなと思って大きめで購入しました。177センチ、体重60キロぐらいなんですが、まあ、普通多分ジャストって L でいいと思うんですよね。ちょっと僕は大きめだと思いますが、ちょっと着てみないと分かんないですかね。あね、こういう縫い目がねちょっと分かりますかね、こういうアームホールのこことかもうめちゃくちゃ頑丈
ね、とにかく頑丈ですね。これはすごい、めちゃくちゃ頑丈。これ多分これは洗濯してもそうそうくたびれないんでしょうね。これはいいと思いますよ。そのちょっとね違う、いつもと違う感じの欲しいなとか、ビッグシルエット今年もねまだまだ着たいなって方、それから、透け感とかね気にせずに着たい方なんかにはおすすめなんじゃないでしょうか。ちょっと着てみますのでお待ちください。はい、はい、ちょっと着てみたんですが、僕身長が177センチ、体重60キロですね。どうですか。これね、結構おしゃれにするならおしゃれにしないと、ただね子供がお父さんの服着てきましたみたいになりがちかもしれない。でやっぱりね身幅がたっぷりだし、着丈も結構ゆったりねしっかりあるんで、ボトムはね結構太めを履かないといけませんね。今日僕も今ちょっと太めなんですが、これぐらい履かないとちょっとバランス悪いかなと思います。結構しっかりです。生地感はねもう厚めが好きな人はもう大好きだと思います。でも多分ねこれでも気持ちいいですよ、結構いい感じ。うん、色分かりますか。あ、白じゃないんですよね。色もすごく綺麗ですね。はい、こんな感じ。先ほどもねちょっと話したんですが、これだけの、ビッグサイズでゆったりしてるので、僕だったらこれもショーツ、同系色、茶系のショーツと合わせるのが一番いいのかなと思います。かえってね、デニムとかだと、ちょっと逆に子供っぽくなるのかなと着てて思いました。ショーツを着て、ハット、もしくは足元ちょっと大人っぽいスニーカー、ブーツ、特にこれも注意が色をふんだんに使わないっていうところがねポイントかなと思います。ハットも同系色、スニーカーも同系色、ショーツも同系色でいくと、大人っぽくね着れるんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ユナイテッドアスレの、9.1 オンス分厚めの、もうほぼね薄めのスウェットに近いようなビッグシルエットの T シャツになります。色がね僕おすすめはブルーも結構綺麗ですよね。ブルーも綺麗だし、これヴィンテージナチュラル、名前もいいですよね。これもう同系色でもうこういうね小物なんかも効いてくると思うんで、今ねアースカラーとかね割ともう主流で今男女問わずねこういう色っていうのは今流行ってますんで、ぜひぜひ同系色でまとめると可愛いんじゃないかなと思います。これねルックでねビジュアルの写真は女性が着てる写真も結構いっぱいね出てたんで、これ男女問わず年齢問わずといったところで、特に若い子はそのまま何も考えずに着ていいと思うんですが、ちょっと僕も42歳ですが、ちょっと上の方に関しては、僕おすすめは、ショーツと合わせるのがいいかなと思います。ショーツと合わせて下ブーツ履くとか、ちょっと大人っぽいアイテムもねこういう小物もねハットいいですよね。ハットが合うかもしれないですね。なんか被り物も入れてあげた方がバランス取りやすいかなと思います。これだけでストンって着るとどうしてもちょっと子供っぽく見える可能性があるんで、ちょっといろいろね工夫してみてください。まだまだねその T シャツ1枚でね、薄めの T シャツ1枚で外出かけるって感じでもないので、真夏以外はこれ結構使えるんじゃないですかね。真夏はちょっと暑いかもしれませんがいいと思います。ぜひお試しくださいということで、品番ねお間違いないように、でも多分マグナムウェイトで出てくると思います。ユナイテッドアスレマグナムウェイトまで入れたら
出てきます。僕は今回 ZOZO で買いましたけど、あの買えるところたくさんあります。 Amazon や楽天もねあると思うんで、マグナムウェイトで検索してみてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございます。共感していただける方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録もぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。T シャツね、もう本当前回もね、ビーフィー T シャツの時も言いましたが、 T シャツはいくらあってもいい、選択肢がねいくらあったっていいと思うんですよね。いろんなその日の気分で、まあ、白い T シャツに関してはね、ちょっとこういう色が少し変わった色でも、あの1個持っとくとね、あのバリエーション効いていいと思います。ということで、 T シャツを着る季節がね来てますんで、ぜひ選択肢の一つとしていかがでしょうか。次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。